平成29年4月14日からの3日間、阿蘇神社門前町商店街で、復興への祈りを込めた竹明かりが灯されました。この竹明かりを実施したのは、県立阿蘇中央高校のグリーン環境科の3年生で、熊本地震から1年となることから、復興への祈りと犠牲者への哀悼の意を込めて行われました。 竹筒の内側には、阿蘇市内の小中学生や観光客によって復興に向けたメッセージが書き込まれています。満開の夜桜を復興を願う竹明かりが美しく彩り、地元の人や観光客が足を止め見入っていました。